豊岡市では今朝早く空港の滑走路でジョギングを楽しめるイベントが開かれ、親子連れらが広々としたコースを走り抜けました。豊岡市のコウノトリ田島空港では、例年この時期に飛行機の離着陸がまだない早朝の時間に合わせてマラソン大会が開催されていますが、 今回は新型コロナウイルス感染対策のためにマスクを着用した上での軽めのジョギングに変更しました1200メートルの滑走路を往復するコースで今日はあいにくの雨となりましたが1歳から68歳まで幅広い年齢層のランナーおよそ100人が参加普段立ち入ることができない滑走路でのジョギングを楽しみ爽やかな汗を流していました 楽しかった。楽しかった。疲れた。疲れた。<laughs> 気持ちよかったです。やもう走るのが大好きなんで私。<ー>こんなイベントもあっていいかなって思います。<laughs> 来年も出たいです、はい。また来年も出てください。神奈、はい、鳥田島空港では新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、今後もイベントを実施していきたいとしています。